イドキリツキです。ユンユンです。アキランゴ隊長です。ヨコミンです。手紙です。はい、というわけで今回ですね、一人いないんですけど、ちょっとあの課題してるということで、今回はですね、昔に行った廃校、俺らが逃げて、あの全然漁れなかった廃校を冒険していきたいと思いまーす。だから、ある程度物資を取って、あと宝箱あるから、その廃校にはサドルとかをゲットして、いずれね、みんな分のサドルゲットして、おのおのの馬とかをね、あの所有したいなという感じでございます。僕一応ね、誕生日プレゼントでこのダイヤのヘルメットもらってるんで、ちょっと俺前線張ろうかなっていう。落とさないでくださいよ。そう、前線張って俺スキャンするわ。ちょ、その盾くれ。え、やだ。なんでその盾くれ。やだ。戦闘行くのに俺が。いや、松明だけでいいでしょ。あれ、チョコミンブーツも入ってない。そうなんだよ。ほらよ。よし、行こう。はーい。あい、ちょっと立てなくて大丈夫。後ろからついていく。そう、あれどっちやったっけ。後ろから。どっち。こっちから行けるんじゃないか。こっちか。あ、こっち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 。最低でもチェスト3つ開けたいな。オッケー。よしよし。あ、はい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 。あ、やった、立って、あ、持っとんのか。廃校は手紙の、手紙の取った。うん。あ、ちょっとちょっとちょっと、え、こっち、あ、ここに廃校のあれあるよ。こっち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 。こっちこっち。はい。落ちないでよ。わ、怖い。この下行ったら、もうあれがおるはず、毒蜘蛛。え、ここ通れないんだけど、おいら。あ、そう、そういうのしっかりね。続いてる気がする。うわ、毒蜘蛛スプラーある。あ、いねよ。あ、いるじゃない。あ、いやいや、いやいや、いやいや、ここにチェストがあるけど、整えないと待って。そうだ、そうだ。なんだ、ナイス。それな、ゆいゆい潰せる。あ、あの、つるはしで。え、潰していいの。え、潰せ、潰せ、早く。あ、おりゃナイスナイスナイス。待って、この先にもあるわ、この先にもあるわ。ちょっと待って、よし、倒した。もうみんな強い。こっちにもある、こっちにも。オッケーオッケー、ちょっと待ってよ。痛い痛い、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。あ、ちょっとテストなんか入ってますよ。あ、じゃあいいっすか、開けて。ほな、はい。お、見たい。お、お、すげえ、エンチャント来たよ。お、すごい。これな、何だっけ、タイマスもらおう。あれ、凍るから。湖渡ると、その湖が凍って。あー、ちょっと待って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 、やるやないか。ごめん、壊しちゃった。いいいいいや、壊して壊して壊して、もうどんどん壊して。やばい、ダーイ。あら、生きてる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 。嬉しそうに聞こえない、死んだ。なんか、あ、やばいところがあった。え、何が。ここの奥が。どこどこどこ、どこ寝ますか。危ない、ファイルクリップ。あ、危ないよそれ。やばそうですね。やべ、クソ M。 あ、女神さんが。これはやばいぞ。いや、でもどっかで寝とかなあかんかった。あー、確かに。なんか階段作れない。ちょっと女神さんの魂が下にあるから、ちょっとみんな降りてくる。そこの奥にほら、見て、浮いとるやろ、魂が。めっちゃポワポワしてる。ちょ、誰か回収してあげて。楽しそうにしてるけど。あ、じゃあ私回収しといて。あ、お願いします。ちょっと来て、スポナーある、スポナー。どこどこ、これ何。いやいや、それは潰したらあかんね。これ何、わから、見てきて、見てきてよ。あ、雲雲雲か。あ、ちょっと5行封印するからね。あ、ちょっと待って、なんかあの骨が5行封印。あ、領域展開して、領域展開して。雲か。あ、サドルゲットした、サドル。木のリンゴだ。ダイヤのね、あれゲットした。え、ユンユン、
でも取ってないよまだ。え、どういうこと？ダイヤの何ゲットした？ダイヤのトロッコ。え、ダイヤのトロッコないよ。ダイヤトロッコの中にダイヤ入ってたよ。すげー、どこにいるの？そうそう、そのわしはこっちなんで、ちょっとまだある。音がめっちゃする。廃校に戻りたいな。私ダメだ。あ、ダメだ。エスケープから。大丈夫。あ、ベッド落とした。今後ろにベッド。あ、拾ったか。ありがとう、拾った。オッケー、いっぱい持ってきたね。なんかね、釣り竿とかいっぱい持ってきたね。なんで釣り竿だったんだ。チェスト3つとか持ってるね。え、やば。取ったら入れようと思って。入れても持ってけや。チェストに。確かにホワイトウールも持ってるね。メントさん、ちょっと教えが足らないんじゃないですか。あなたでしょ、女神さんの。え、いやいや、あれいらない。あ、ごめん、めっちゃ落としたけど。6本しかない。27本。センキュー。いきますよ。で、ユンユンが、え、あなた気をつけてよ。もうまたまた向かいに来たから。ダイヤ、逃げ腰が。うわ、やべ、ここ。あ、後ろに、あ、落ちてる。え、待って、ここか。やばい、ここは行きたくない。なんかさ、ゾンビの。キーのリンゴが。ん？あった？やばい。キーのリンゴがあります。これチェストさ、ここに作っといて、ここ入れとこか。オッケー、オッケー。え、これさ、え、またある。また見つけた。また見つけた。見てみ。あー、逃げ。おるよな。怖い。やった、ゾンスポ。誰かグレ投げて。グレ。何がグレ。グレ。グレ。ちょっとメントさん、あれ行ってさ、ゴギを封印してきて。何？早くこの先。え、何？だ、じゃどこ行く？どこ行く？そっちじゃない？そっちじゃない？待って、めっちゃいる、めっちゃいる。正面もいるやん。うん。待って。正面で。エーペックスみたいな。あ、うん。これマジラッキーやで。経験したら。うわあ。やばい、出てきた。落ちたんかい。落ちたんかい。やばい、それやばいよ。やばい、見た。それやばいよ。大丈夫。今倒してるよ。ありがとう。お、いいね。あと一体だよ。うわ、めっちゃおる。めっちゃおる。やばい。来て。やばい、死にそう。私が死にそう。じゃあ、こっち来て。やばい。やばい、ここ。あ、待って。やばい。助けて。私も死ぬから。あー、大丈夫。はい。いや、ゾンビスポナーマジでいいわ。やったー。女神、これ持てる？帰るよ、もう。サドル結構手に入ったな。おお、ナイス。ナイス。うん。結構いい収穫でしたね、これ。おいしい。結果何個見つけたんだ？え？結構あった。何を？5つぐらいチェスト見つけたんじゃない？3つは確定で見つけたね。はい、というわけで今回ですね、廃校、まあ、全部いけたかはちょっと微妙ですけど、まずスポーナー2つ見つけたでしょ。で、チェスト多分2つ3つぐらいで、ダイヤもゲットした。サドルも3つになりました、結局合計でね、もともと持ってたやつで。あとはダイヤが2つぐらいか。まあでもね、あとエンチャント、氷結歩行のエンチャント、あ、そう、金のリンゴだから、村人ゾンビがスポーンしたらちょっと治療とかもしたいですね。で、名前つけて、今後そうそういうのもできるんで、まあ次回のパートでは多分もう兵長いると思うんで、ちょっとあの物資集めましたよという報告をさせていただこうかなと思います。この動画が良ければぜひ高評価、チャンネル登録、おのおののチャンネル概要欄にあるんで、ぜひそちらから行ってみてください。というわけで、さよなら。